このルートが南の拠点へ向かうための最短距離になる。一気に突破し、南の拠点を攻略する。何か質問は？みんなの疲労も限界に来つつあるわ。このまま進んで大丈夫なのかしら？ここで引いたところで次があるとは限らない。ええ、実際スティアキャンプのほぼ全戦力を投入してしまっているので、むしろあなた方の協力を得られている今がベストな状況であると考えます。そんな、私たちなら大丈夫だよ。マノ、行くぞ。また大型のドールズが出てきたら、私たちが引きつけるよ。カヌイたちは南の拠点の制圧を優先して。Start.
success! まさか、ここにいたか。ニルス・スティア、俺が仕掛ける。総員続け。止めれば命はないものと思え。常に相手の攻撃に備えろ。
ものすごい数だったね。すぐに負傷者の手当てをしないと。救護班はいるか？動ける者は負傷者の手当てを。観測班、状況を。見つけました。制御室らしき一角が奥にあります。わかりました。彼らの護衛を頼む。負傷者の方は私たちで対応します。制御端末をお願いできますか？わかったわ。ロックは解除したのだけれど、何の変化もないわ。中央の障壁が解除されない。どういうことかしら。マノーさん、クロフォードさんから通信です。クロフォード、助かるわ。スティアリージョンで作戦中のアークスから送られたデータを解析した結果、中央の本拠地、仮にスティア中枢部と呼ぼうか。ここに入るにはもう一箇所端末からアクセスしてロックを解除しないといけないみたいだ。ええ、でもその端末の場所と制御方法が分からなくて。それについては彼が何か突き止めたらしくてね。マノン。イルマ？最後の端末の場所とそれを制御する方法なんだけど、今から君のマグニデータを送る。その要領でやってみて。端末情報に合わせて適切な配列を選ぶ必要があるけど、君ならきっとできるよ。じゃあ僕は解析に戻るよ。またね。イルマに相当気に入られたみたいだね。僕も君なら大丈夫だと信じているよ。クロフォード、ダークファルスはスティア中枢部に眠っているに違いない。君たちばかりに大変な思いをさせてすまない。僕たちも準備を進めている。もう少し持ちこたえてくれ。負傷兵の搬送と治療が終わりました。私たちはこれよりスティア中枢部へ移動します。わかった。こっちも作業を続けるわ。では。マノンですが、ここに来てからずっと障壁解除の作業を進めてくれています。そういえば隊長は。くそ。力が足りないのか、ヒバナ。お前か。何？分かっている、分かっているんだ、そんなことは。
いこれ、あったかい食事と飲み物、私が作ったんだ。みんなこれ食べて少し休んで。みんな北の拠点からここまで蛍光食ばっかりだったでしょ。たまにはちゃんとした食事しないと気分がめいっちゃうと思ってさ。本来私が気を配らなければいけないところを本当に感謝します。進めば犠牲は避けられない。だとしても俺は腕によりをかけて作ったんだもんね。喜んでくれてよかった。グレンはあれからどう？あの大型ドールズを見たとき、なんだか様子が違ったから。ニルススティアですね。あれは隊長にとって因縁の相手なんです。かつてクロフォード君と隊長は共にドールズと戦っていました。他に火花というアークスがいて、3人は腕を磨き合っていました。しかし10年ほど前にあのニルススティアがセントラルを襲撃してきたんです。3人の活躍により撃退はできたものの、火花は命を落としてしまいました。それをきっかけにクロフォード君と隊長はそれぞれの道を進むことになったんです。クロフォード君は戦いで倒れる仲間を増やさないよう守りを固めると同時に、強力な兵器を開発することで人命を危険にさらさず、この戦いに決着をつける方法を選んだ。一方で隊長はニルススティアが撤退していった場所、このスティアリージョンにこそ全ての元凶があると考え、私を含めた志願者をアークスから選抜し、敵の拠点を発見し直接叩くという道を選びました。ニルススティアのようなドールズを完全にハルファから根絶するために。そうだったんだ。隊長、クロフォードに伝えておけ。この戦いを選んだのは俺自身だ。お前はお前の戦いを続けるがいいと。隊長、南北の拠点の端末を経由してスティア中枢部のシステムに入ったわ。間もなく障壁は解除されるはずよ。総員突入準備、編成はお前に任せる。了解しました。
Thank you.
動く気配はありませんね。今攻撃すれば一気に倒してしまえるのでは。まずはニルススティアを叩く。
今度こそ仕留めるぞ。無事ですか。よかった。よかったって、どうして、どうしてこんな私なんかをかばって。私が、君はグレンを助けて。マノン、マノン、しっかりして。
クロフォード。前を向けグレン、まだ終わってないぞ。直接話すのは何年ぶりかな。どうして今さらセントラルから出てきた。その時が来たからさ。セントラルキャノンの最終調整は完了した。そしてダークファルスは必ず君たちが見つけてくれると信じていた。なら
最後くらいは親友に手を貸してあげようかと思ってね。全て終わればようやくあいつのことをきちんと弔える。うん。クロフォード、本当に強かったんだね。だけど、セントラルの方は？リーダーの君がいなくては。たまには運動したいと言ったら、ブルーダーが心よく留守を引き受けてくれたよ。それより、マノン君は大丈夫かい？平気よ。負傷者を連れて撤退だ。よし、もういいだろう。うまくおびき出せた。今だ、ブルーダー撃て。クロフォード、あれってどういうこと？ダークファルスにはまた逃げられちゃったの？大丈夫だ、安心してくれ。順を追って話そう。まず現在のダークファルスだが、以前のように異想空間に逃げ込んだと思われる。だが今のやつは手負いだ。ある程度の自己回復能力があるようだが、完全な修復は
ステア中枢部のあのドッグでしかできない。だからいずれはこちらの空間に現れる。どうしてそんなことが。ライサスの記録だ。それとイルマと僕が集めたデータも少し。ライサスは100年前にクバリスで起きたかつてのダークファルスとの戦いを克明に記録していた。とても鮮明な描写でね、当時その場にいたかのような臨場感のある内容だった。そこには全ダークファルスの行動パターンや活動周期などについても書かれていた。当時のクバリスのアークスは全ダークファルスを相手にかなり善戦していたらしい。集中砲火で致命的なダメージを与えた時はどこかに逃げ込んでしばらく現れなかったと記されていた。そして損傷した箇所を修復して再び現れたとね。そのどこかというのがステアのあの場所だったというわけさ。ライサスの記録にそこまでのことが。うん、ステアの中枢部を実際に見るまでは僕も確信は持てずにいたけどね。それにしても僕たちは長らくダークファルスやドールズは外から来るものと思っていたが、このハルファにあれだけ大規模な拠点があるということ、いつ誰があんなものを作ったのかと考えずにはいられないね。いや、今はそのことについては置いておこう。僕らが取るべき次の行動はシンプルだ。異想空間から現れたダークファルスを完成したセントラルキャノンで迎撃する。奴のスペクトルはほぼ解析できている。出現予兆は見逃さない。もしもまた逃げられたとしても最終的な行き先は分かっている。攻撃を繰り返し、たとえわずかでも奴にダメージを与え続ける。どれだけ時間がかかったとしても最後に勝てればそれでいい。ただ一つ問題があってね。データを集めた全ダークファルスと今のダークファルスの同一性は担保されていない。もしかしたら全く別の存在でデータにないことが起きるかもしれない。というよりもそうなる可能性が高い。何せあのダークファルスだからね。バックアッププランはいくつか用意しているけど、それもどこまで通用するか。そこで最後に頼りになるのはアークス一人一人の力だ。奴が再出現した時には君には以前のように最前線での迎撃をお願いしたい。私たちは？君たちにもやってもらいたいことがある。追って連絡するので待っていてくれ。うん、わかった。もう少しだけ苦労をかけるがよろしく頼む。大丈夫、きっと何とかしてみせる。これまでもずっとそうやってきたんだからね。